皆さん、おはようございます。ダーマークは金田です。プロ野球、ストレートが決め球の投手います。ストレートの決め球といえば、JFK、藤川球児。回転数がなんと1秒間に45回と衝撃的なピッチャー。まさに火の玉ストレート。カブレラ、清見原、和弘さん相手に、本当すごいですね。東京ドーム事件では確かにフォーク投げて三振を取った清原。それに激怒したそうで、その後、藤川球児は清原に対してはもうストレート勝負したそうです。いやー、藤川球児現役引退後、確か清原さんがゲスト出演は驚きました。リモートで。本当にびっくりしました。はい。あとは、大谷翔平もストレート決めて、あとは佐々木朗希もストレート決めて、あとエスコバー、そして中継ぎの佐藤達也さん、あとはまだまだいるんですけども、イラブさんももちろん、あと、昭和といえば、あと江川卓さんがストレートで勝負締めたのはすごいです。江川卓さんも本当すごいですね。はい。びっくりしました。江川卓でも。はい。というわけでいかがでしょうか。以上です。バイバイ。